夕日に照らされたように赤く染まった世界。なんとここは海の中。そしてそのわずか数メートル下にはまるで深海のような暗闇が。しかしそこは決して死の世界ではありません。世界でも類を見ない奇跡の場所。この海がそう呼ばれる理由とは一体。神秘の海に暮らす奇妙な生き物たちに遭遇しました。オーストラリアの南端に浮かぶタスマニア島。そこに世紀の大発見といわれる不思議な海、バサースト湾があります。取材班は小型セスナに乗り、そこへ向かうことにしました。バサースト湾は世界遺産にも登録されているサウスウエスト国立公園の中にあります。切り立った山々と深い原生林に囲まれているため、陸路はなく、かつては現地の人ですらほとんどその存在を知りませんでした。世界で唯一現存する太古の海とも言われ、未知の生物が続々と発見されているのです。小型艇に乗り換え、早速調査を開始します。それは大いなる謎への挑戦です。一見何の変哲もない海、ここが太古の海とはどういうことなのでしょう。しかしすぐに信じられない光景が飛び込んできました。なんと海の水が赤いのです。まるで夕日のように真っ赤に染まった海。ただならぬ世界がここにあることを予感させます。そしてさらに信じられないことが。水中カメラマンが潜り始めると、わずか水深3メートルで水は赤から黒に変化しました。そして水深8メートルでは真っ暗闇。それはまさに深海と同じ世界。今は真昼なのです。ライトを照らし海底を這うように潜航すると、サンゴが群生していることがわかります。しかし熱帯の海で見るサンゴとは全く違った姿。それは恐竜時代に隆盛を極めた原始のサンゴとよく似ています。中には近年見つかったばかりの新種もいるそうです。このチゴダラは水深500メートルから2000メートルの深海に生息する魚です。しかしここは水深わずか5メートル。暗闇の世界でひときわ鮮やかな姿がライトに照らし出されました。ユメカサゴです。我々を警戒しているのか、背びれを立てて威嚇しています。岩肌からニョキニョキと伸びる奇妙な物体。一見海藻のようにも見えますが、これも立派な動物。ムチヤギというサンゴの仲間です。近づいてじっくり見てみると、ポリプと呼ばれる小さな個体が連なって一つの長い生命体になっています。本来深い海に多く生息するムチヤギが、バサースト湾では水深わずか5メートルの場所で群れているのです。やがて海底は岩場から砂地へと様変わりしました。するとダイバーが何かを発見しました。平田鋭です。取材班を導くようにゆっくりと泳ぐその後をついていくと、奇妙な物体に遭遇しました。これは一体何でしょう。動物とも植物とも見分けがつかない不思議なオブジェ。
これはウミエラというサンゴの仲間。大きなもので体長30センチにもなります。そっと触ってみると海底にしっかり根を生やしていることが分かりました。ウミエラのヒダには小さな毛のようなものがびっしりと生えています。これはすべて小さな触手で、流れてくる動物プランクトンを捕らえて食べているのです。やがてウミエラはお辞儀をしてしまいました。実はこれウミエラが休んでいるところ。プランクトンが流れてこない時には活動を停止するのです。しばらくすると完全に横になってしまいました。さらにウミエラはしぼみ続け、まるで海底に落ちた脳みそ。もはや同じ生き物には見えません。ウミエラは獲物を取る時以外はこうした状態で砂に埋まっているのです。それにしても一体なぜ浅い海に深海と同じ暗闇が広がっているのでしょう。それはこの赤い水が太陽の光を通さないためだといいます。そのためバサスト湾では水深わずか5メートルの海中が普通の海における水深2、300メートルと同じ暗さになってしまうのです。赤い水が光を遮る。ならばなぜバサースト湾の水は赤いのでしょうか。赤い色を生み出す原因は湾の周辺に生えるこのボタングラスという植物にあります。ボタングラスには紅茶などと同じ赤い色素タンニンが含まれています。タスマニアに降る大量の雨によってこのタンニンが流れ出し、川を赤く染めるのです。赤い川の水はやがてバサースト湾に注ぎます。バサースト湾は出口が極端に狭くなっているため赤い水がたまりやすいのです。淡水は海水より比重が小さいため表面で光を遮り、その下に真っ暗闇の海が広がったのです。翌日バサースト湾は晴れ渡りました。やがて風がやみ、息を呑むほどの絶景が浮かび上がります。水面はまるで鏡のように空を映し、静謐な沈黙に包まれていました。曇りや雨の日が多いバサースト湾ではこのような景色はめったに見ることができません。取材班は再び赤い海に潜りました。光が届かない海では光合成ができないため植物プランクトンはほとんど存在しません。栄養に乏しい環境も深海と非常によく似ています。バサースト湾には浅い海に暮らす生き物と深い海に暮らす生き物が同居しています。それは世界でここだけに誕生した独自の生態系です。本来違う世界で生きる者同士が絶妙なバランスを保っているのです。タスマニアの赤い海、奇跡の場所バサースト湾の探検はまだまだ続きます。